今から、信じなくていいよシリーズ話します。久しぶりです。この話は全然信じられなくて当然です。あなた正しいです。私が、変わった話をします。私は小さい時から病気だけど、なぜか死なないんです。病院で今回ダメでしょって言われても生き返っちゃうんです。何としても死なないんです。でコツがあるんです。でコツ教えます。でもこれ信じられないようなコツなんだけど、一つの健康法があるんです。この健康法は何ていう健康法ですかと、強気健康法です。で今から言うことをよく聞いてください。縁あって聞いてんだから信じた方が得です。人間の体には元気という気があるんです。その気が弱まった時に病気になるんです。でこの元気というのが強い気が流れてればいいんです。でそれを強気というんです。でこの強気が流れてれば元気なんです。でただし栄養は取んなきゃダメだよ。人間の体に必要なのは栄養と強気なんです。強い気が流れてればいいんです。でこの強気の話なんだけど、最近アメリカやなんかでこういうことを言い出してきたのね。で実験的にデータが出てるんです。例えば腰が痛いという人がいる。で腰が痛い人をレントゲンかけると腰の骨に変形が出てるだとか椎間板が飛び出してるとかっていう明らかな異常が出るの。そう、これは形の異常だよね。でここが問題なんだけど、形の異常だとしたら毎日痛いよね。そうだよね。だって形変わんないもんな。だって今日は調子いいのよ、今日は調子悪いのよっておかしくない？で最近もっと面白いことが分かってきたの。痛くない人を調べても骨に異常が出てるの。でどういうことですかっていうと、脳が人間の体の中、人間の脳、心の中には潜在意識と顕在意識というのがあるんだよ。そう、潜在意識に溜め込んじゃってる嫌な思い出だとか、小さい時の嫌なこと、自分だけ親に可愛がられなかったとか、なんかいろんなことがあるの。でそれが大人になっても出てくるの。すると出てくるとどうなるかっていうと、今更親を恨んじゃいけないとかそういうことを思ってれば思ってるほど、その出てきたストレスをどっかで押さえつけようとするの。で押さえつける最大にいい方法は一個だけなの。それが昔胃潰瘍で出てきてたの。最近胃潰瘍がほとんどなくなってきたの。なぜかというと胃潰瘍は神経だってことがバレちゃったの。だから胃潰瘍じゃなくて他に痛みを出せばいいの。要は人間がそのことを考えないようにする一番簡単な方法は痛みなんだよ。で痛みが出たらそっちの方へ脳の神経そっち行っちゃうから考えないで済むんだよ。だから嫌なこと、自分に対してストレスを考えるんだとしたら痛みで消しちゃいたいんだよ。だから栄養をなかなか取っても治んないんですね。腰の痛いのって言いやすいんだよ。本当に変形があるんです。じゃあ今日は調子いいっておかしくないね。今日具合悪いんですおかしくないね。変形してて痛いんだったらずっと痛いよね。ずっと24時間痛いよなね。その前に嫌なことが出てくるの。それを自分が抑えるの。だからバレるともう出ないの。
だってもうバレちゃったんだから、あ、これバレちゃったから別の手考えようと、いろんなところに痛みが出る。だから病は昔から気から気から、それ食べ物のことは抜きにしてだよ、俺抜きって栄養が取らなきゃおかしくなっちゃうんだよ。だって偏頭痛なんですなんですって言うけど原因調べるとないんだよ。でヘルニアみたく原因調べるとあるやつもあるんだよ。だけど今日は調子いい、明日は調子よくない、おかしくねえかって。それから体なんかね、あの年寄りでこう曲がっちゃってる人いるんだよ。まっすぐになんない人がいるんだよ。あの人たちの骨ってすごい変形しちゃってんだよ。で毎日激痛ですかと、平気ですって言うんだよ。わかるかい。で昔から病は気からっていうのがだんだん解明されてくると、気持ちが痛みに逃れようとしたとき、その場所のところの血液から酸素が減ってくるんで、それで痛みが出るってことが分かってきてんだよ。わかるかい。それで強気健康法の話だよ、いいかい。例えばの話だけど、大学まではちゃんと行ってた、大学から就職したしてから神経がおかしくなっちゃって、体がおかしくなって会社辞めなきゃいけなくなったっていうのがあるよね。でそれどういうことですかって言うと、いいかい、真ん中に空気入ってて鉄の玉を作って海にずっと沈めると、圧がだん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 増えてくるとブチュッと潰れちゃうんだよ。で何気圧って気圧に耐えるっていうのは、潜水艦だってずっと潜れるわけじゃないんだよ。潜水艦ってあんまり潜ってバチャッと潰れちゃうんだよ。OK ですか、ここまで。ってことはどういうことですかっていうと、自分の圧を上げていかなきゃダメなんだよ。要するに強気を上げていかないといけないんだよ。なぜかというと、学校っていうのがお金払って行ってんだよ。お客さんなんだよ、あれ。ね。だから、お客さんでは耐えられるぐらいの圧なんだよ。だけど、働きに行ってお給料もらい出してくると、圧が全然違うんだよ。ね、その時に学生と同じぐらいの圧じゃダメなんだよ。だから体育会系って意外と強いんだよ。このバカ野郎だとか述べず怒鳴られてると慣れちゃうんだよ。ね、ところが文化系だとかなんてあんまり怒鳴られてないやつが会社行くとおかしくなっちゃうんだよ。ね、で俺もそうなの。自分で商売してた時、今見たく全国に何千人っているこの不況の中連れていかなきゃいけない、お弟子さんも10人だったのが今ね、あのマナ弟子勉強会見たけどものすごく増えるって言った時、自分の圧を上げていかなきゃなんないんだよ。要するに強気度を上げていかなきゃいけないんだよ。じゃないと病気になっちゃうんだよ。だから腰が痛いってさっき言ったあのワカサギ牛乳飲もうよだとかさ、ね、パニウツ飲もうよって、これ栄養の問題なんだよね。だからこの栄養の問題の他に心を強気にしないとダメだよって。だから強気健康法じゃ、強気健康ってどうやってやるんですか。いや強気強気って言ってるだけなの、言ってるだけなんだけど、人って強気になった時は弱気は消えてんだよ。だから強気にならないと弱気が出てきちゃうの。でよくストレスをなくせばいいんですよねって。ストレスってなくならねえんだよ。そう、自分が強くなっちゃえば強くなった分だけストレスを感じないんだよ。ね。あのインドの方の人がなんかいつもこう裸足で歩いてると、俺子供の時に、ね、あの海水浴場であの裸足で歩いてた時、タバコの火踏んでものすごいびっくりするよ、暑かったの。それインドの方の人ってタバコの火ぐらい踏んでも平気なんだって、足の皮が厚くて。わかる。要は強くなっちゃえばいいので、ストレスのない世の中なんかないの。だから自分が強くなっちゃえばストレスは消えちゃうので、それを逆に言うと繊細で弱く弱くしていくと生きていけなくなっちゃう。で今家にいるのは平気だけど、小学校行くとおかしくなっちゃう子がいる。幼稚園でおかしくなっちゃう。わかるかな。ね。ちょっとした圧に耐えられなくなっちゃう。で
だけど人間は本当は無限に強いの。あのエビあるじゃん、鉄の玉が潰れるのに深海行くとエビとかカニが生きてんだよ。なんでこいつら潰れねえんだろう。ビニール袋に水入れて深海にバーッと落っことしても絶対潰れないんだよ。水の圧と外の圧と同じなんだよ。入ってるもんが水なんだよ。だからその場その場に合わせられればいいのね。だから俺もそうなの。今何千って人連れてかなきゃなんないんだよ。この不況に連れてかなきゃなんない、大変だなと思っちゃうとすごいストレスになっちゃうのね。神がこれをやれって言ったからやれやいいのね。だから俺はものすごい急激に上がってきちゃったから圧が追いつかないと時々病気になるんだよ。ふと慌てて何するかって言うと自分の圧を上げるんだよ。要するに強気を上げるの。ふと強気を上げてそれのバランスが取れると何でもないんだけど、また上がってっちゃうんだよね。で最近俺作家でもないのに本書いてくれていっぱい来るんだよ。うん、そう、本書くと立派なこと書くと立派な生きなきゃなんないけど、俺も大変なんだよ。だけど強気になればいいんだよ。天風さんがこういうのがあるのね。あの三菱の三井かな、三井の御曹司が天風さんの友達で、もう先生嫌になっちゃうって、自分はちっちゃい時から出かけるって言うと女中さんだとか護衛の人がいつも10人ぐらいついてきて、後ろからゾロ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 ついてくるんだって。でそれが嫌なんだってで天風さんに話したら、金魚はうんこつけて歩いてるけど気にしてないっつうんだよな。気にしだした時に病気になる。だからもうあんたはそこの息子に生まれちゃったんだからしょうがないんだ、強くなればいいんだ。それが嫌だ嫌だっつってると病気にもなるし、相手だってそうですかって一人では絶対出してくれないんだよ。わかるかい。人間って立場なんだこれ、びっくりした。人間ってね、立場立場でいろいろあるのね。社会人になれば社会人、学生より強くなきゃダメなので、強気強気つってるといいので、体の中に強い気が流れてればいいの、ね、この気が元気なの。この元気という気が弱気になってきた時がおかしいの。わかるかい。だから一挙に強気にしちゃえばいいの。人間の心なんてのコップ一杯ぐらいしかないの。そこに弱気が入ってたら、一回水道の水たらたらって垂らしながら、濁り水でもね、コップの水をそこの水道の下へ垂らしておくと朝までにきれいになっちゃうんだよ。黙々とね、強気強気強気を入れればいいの。あの何回も言うけど、カルシウムが足んないのに強き強きったらダメだよ。ちゃんと栄養は取ってよね。亜鉛が足んないだとか銅が足んないとか、足んないもん、微量子で足んないもんもいっぱいあるから、ちゃんと取んなきゃダメだよ。それでもって強気という言葉言わないとダメだよ。もし自分が膝が痛いんですね、首が痛いんですね、偏頭痛があるんです、痛みがあるもんが来たら、これもしかしたら脳の作用じゃないか。脳が自分の否定的な感情を殺すためにやってるんじゃないか。自分は弱気になってないだろうか。それから腰が痛いんです、頭が痛いんです、咳が出るんです、そのこと利用しちゃダメだよ。都合が悪くなると咳出す人とかいるので、これ言うとさ、あの喘息の子やなんかに怒られちゃうか分かんないけど、こういう事実があることだけ覚えててよ。喘息の子が夜になると喘息が出るらしいの。それが昔軍隊に行ったの。したら夜中に咳込んだんだの。そしたら上官が来てビンタしたの。ただそれから出なくなっちゃってる。それが逆に言うと、咳が何か都合があると咳出した人は、お前大丈夫か大丈夫かって、このお互いのパターンができちゃったのね。あのね、脳は
ストレスから逃れるためだったら何でもするよ。痛みでも何でも出すの。その代わり脳はバレちゃうとそれができない。だからこれを聞いてバレちゃった人はもうできない。エミコ、分かったか。うん。うん、どんな仕事が出てくるか分かるんですか、うん、例えば私頑張ったんだけど、うん、でもお前栄養取ったら治ったろ、治っちゃって病気になっちゃったけどね、なあのなんか神様からのメッセージだなと思ってお酒やめたりいろいろしてカルシウム甘さ牛乳飲んでたら治ったろ、だからそれはお前は気持ちの問題ではないんだよ、栄養足りないです、ね、だって栄養取ったら治ったろだから両方どっちかなんだよ。そうだね。だから栄養取っててもなかなか治んない人がいるんだよ。います。それからダブルもあるんだよ。うん。じゃあその中で、はい、気持ちの問題が今、はい、だんだん分かってきたんだよ。はいはい。うん、それを日本っていうのは、はい、因果の国と言ってな。あのもう一歩進んだものがあるんだよ、はい、例えば腰が痛いって言うと、はい、目下の人と争ってませんかとか、うん、自分より年下とか使ってる人のことで腹立ててませんかとか、はい、で全部が合ってんじゃないんだよ、はい、ね、うん、肺が苦しいんですとかっていうと、はい、あの誰かを哀れんでるとか、うん、かわいそうだと思うとか、はい、ね、はい、あの例えば人を恋して片思いがうんと続くと肺を患っちゃったりなんかするんだよね、はいはいはい、目上の人嫌うと頭痛くなるとかってそういうのはあるんだよ、はい、だけど要は強くなるしかないんだよ、それを解明して解析したからってしょうがないんだよな、はい、だから解析したいんだったら教えてあげるけど、はい、と全部がそうじゃないんだよって、栄養とのバランスなんだよって、はいはい、ね、いやでも、本当そうだ、うん、でこれからは、はい、こういうこともちゃんと教えていかなきゃいけないな、はい、だうちの会社って膝腰で来る人とかいるじゃん、はい、そういう人にじゃあこれ飲みなっつった他に、はい、こういう考え方しなきゃいけないよ、要は治ればいいんだよな、はい、相手にとってな、だから治す方法を教えてやんなきゃいけないんだよ、はい、わかる？わかります、ね、だから俺みたい体の具合の悪い人でもこんだけの仕事してるんだよ、ですね、俺下手するとあの病院にいる間も仕事したり本書いたり普通の人の何倍ってしてんだよ、はい、でどうやって治すんですかって言うと、うん、元気という圧を上げるんだよ、うん、一生懸命な、はい、でもし信じる人がいたらやってほしい、うん、もし腰が痛いんです、膝が痛いんです、頭痛いんですって言ったら、はい、これはストレスが脳を守るためにやってんだ、潜在意識というのは、はい、バレちゃうと他のこと考えるんで、だしばらくおとなしくしてんで、ね、また別の痛みが出てくるんで、はい、腰痛も、ああただの腰痛ですよって言った人はすごく治るんだよ、はい、これはヘルニアで一生治りませんって言った人はずっと治んないんだよ、うん、本当に人間の思うことって違うんだよ、そうですね、でレントゲン見してほら骨がずれてるでしょ、みんな納得するんだよ、はい、ね、このみっちゃん先生がこの前あの、踊り踊ってたんだよ、はい、なんだっけあのよさこい踊ってっとけ全然痛くないんだよ、おかしいんだよ本当は、だって踊ってっときの方が痛いならわかんだよ、わかるかい、はい、その間脳はそのストレスが消えてなくなってるんだよ、そう踊る方に夢中になってからそのストレスがないんだよ、いいかい、
ストレスがあるんじゃないんだよ。潜在意識というものすごいでかい心の闇があるんだよ。その中から小さい時のこと、いろんなことが前世のことから出てくるんだよ。そう、出てくると、これを出てこさせるとまた悩みに変わるから、嫌だから悩ましたくなくなるんだよ。そうすると痛みを出すんだよ。わかるかい？そう、痛みを出すとそのことを考えないようになってんだよ。だみっちゃんの場合は痛みが出るからその間踊ってたからって言う。要は踊ってる間考えてねってことなんだ。わかるかな？わかります。ね。だから変形してたから痛いんですけど、変形してても痛くない人がいるよね。変形で痛いんだったらずっと痛いよね。いい時と悪い時があるのはおかしいよね。でも悪い時というのは必ず脳が否定的なことを考えてるの。で、考えなきゃいいんだけど、考えないことはできないんだよ。だから天風さんが強くなれって言ってるのはそっちなんだよ。ね。強くなればいいんだよ。だから天風さんという人間が肺を患って死ぬっていうになった時、ものすごい弱気になっちゃったんだよ。で、カリアッパーさんに何習ったかって、強気になったんだよ。強気になって回復したんだよ。天風さんのお師匠さんがどのぐらい強気かって言うと、崖っぷちをロバに乗って歩いてて、そのロバがくるってつまずいたら自分が死んじゃうんで、先人の谷に落っこっちゃうの。だから天風さん怖くてしょうがないんだよ。で、カリアッパーさんに、いくらなんでも危険じゃないですかって、何があって、だって落っこったら死んじゃいますよって、何の必要があって何の必要があって落ちなきゃなんねん。そうじゃないんだよ。必要のないことは起きないんだっていう鉄則があるんだよ。だから結核になるのも腰痛になるのも、腰痛の人は腰痛の人で、この話を聞くために腰痛になったんだとか、必ず自分のためになるものがあるんだよ。だから自分のためにならないことは起きないの。もし落っこって崖から落っこって死んだらって、あのカリアッパーさんは必要があったからだって死んでいくの。この世に必要のないことは起きないの。全部が学びなの。わかるかい？だから俺がちっちゃい時から病気何回もするの。病気をするからこそ病人に対して哀れみもあるし、いいものを作らなきゃいけないね。それから正直言って俺薬効かねえんだよ。だから食べ物の方に行くんだよ。薬が効いてるのはただのいい患者で終わってたんだよ。だから食べ物で行くんだよ。食べ物で行っても食べ物だけで治らないんだよ。だから精神的と両方やんなきゃなんねえんだよ。だから俺にとっては必要なの、今のこの状態がね。だから一生懸命人に話したりするの、ね、だから因果のこともすごくよく知ってるの。ただ因果のことばっかり言ってそればっかり習いたがるんだよ。治すために教えてんだよ俺は、うん。なんか随分長くなりました。ありがとうございます。今日で話を終わります。ありがとうございます。なんか質問あるか？いや、ないです。忠夫ちゃん、はい、ありがとうございます。今日の話どうだった？はい、うん、あの色気でなければいけませんね。そう、強気じゃなきゃダメだよ。はい、うん、弱気になったらね、はい、負けるしね。病気を利用して生きちゃダメだよ。病気を利用するとね、はい、悪魔と手を結ぶのと同じだから一生台無しになるよ。はい、ね、弱気と手を結んじゃダメだよ。人間っていうのはそんな弱い動物じゃないんだよ。起源はアフリカでね、ヒマラヤを素手でよじ登ってきたんだから俺たち。弱気な人間は死に絶えたの。強いやつだけが生き残ったの、その結晶だからね。
話は以上で終わります。皆さんどうもありがとうございました。はい、追伸です。ですね、腰が痛いとかね、腕が痛いとか、首が痛いとかってあるでしょ。そしたらね、首が痛くても腰が痛くても、これは脳がいたずらしてるんだって、本当は脳の指令でそうなってるんだって、俺は見破ってるぞって、こういうことで、脳に言い聞かせてください。もうやめなって、俺はもう分かってるよって、であとはね、強気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 って、言霊で言ってると脳がだん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 おとなしくなってくるからね。ただし潜在意識ではよく分かったよって理解できたよっていう人がいるんだけど、潜在意識に入るのがストンと聞いてその日に入っちゃう人もいるんです。ただ普通は 2,3 週間かかる、長い人だと 2,3 ヶ月かかる人がいるんだけど、やり続けてれば誰でも同じように潜在意識の中には入るからね。ただしここが面白いところだから聞いてよ、 2,3 ヶ月やってみればいいんだっていうつもりでやると脳はそれを聞いてるからね。この人は 2,3 ヶ月以上痛めつければすぐやめる人だと思うからね。だから脳にそう思わせないように、俺は一生でもやり続けるぞって、今世ダメだったら来世でもやるぞっていう、このぐらい強気にならないとダメだよ。試しにちょっとやってみましょうぐらいでは脳とか潜在意識には何の影響も与えられないからね。そのことをしっかり覚えてないとダメだよ。それからね、腰の痛みなんだけどね、目下の人と連れ合う、子供とか会社で使ってる人とかね、そういう人と目下の人と連れ合うと腰が痛くなることが多いのね。で、なんでこんな話するかっていうと、日本ってそういうことを昔はずっと研究してた人がいるのね。目上の人を嫌うと頭が痛くなるとかね、目の上に腫れができるとか、あと使ってる人のところを手先で使ってる人、その人にすごい腹立てって言うと手に膨れができてきたりなんかするね。目上を嫌うと目の上が痛くなる。何を言いたいのかって、本当にこの国って言霊の国なの。だから目上っていうのと目上が痛くなったりとかっていう、すごい言霊に関連した国なの。だから強気になりたかったら強気っていいなって言うと、たったそれだけでなるんですかっていうけど、言霊ってそういうものなの。試しに弱気弱気って言っててみな、なんか心が弱気になってくるからね。ところが強気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 って言ってると心の中が鼓舞されてくるの。そういうふうに日本の言葉ってできてるの。神の時代からそういうすごいものに我々包まれて生きてるんだよっていうことなのね。だからそのことをしっかり頭の中に入れて、潜在意識に強気強気強気っていうのを入れて、弱気を全部追い出しちゃうぐらいのつもりにならないとダメだよ。で、それを昔は迷信だとか言ってたのが、はっきりだん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 分かってきたの。ね。で、この最高にすごいね、情報を、例えばうちだとしたらさ、今歩き元気やなんか買いに来てくれてる人って真剣に治したいの。だからわざわざ来るんだよね。だからそういう人たちにこういうテープ聞かせるとかね、説明するとか、もちろん説明うまくできなかったら聞かせりゃいいんだけどね、他人事だと思っちゃダメだよね。物を買いに来たから売ってさよならしちゃダメだよ。一回物を売るんじゃないんだよ、直してほしくて来てんだよ。相手は歩き元気が欲しいんじゃないんだよ、健康が欲しいんだよ、ね、だから真剣になってあげなよ。我がこのことだったら真剣になるだろうな。お客さんに真剣になれないって薄情なんだよ、それいけないんだよ、ね、自分も見てるし神様も見てるんだよ。このことからね、また魂の勉強がいっぱいできるといい。